あ、でも釣り革は一定数いるっすよね、なんか。ほんで、制服に人の革がくっつくのが嫌だから、僕、いつも制服は脱いでジャージだったんだよ。捨ててもいいような服。高校時代にこうやってベタっとおっさんがなんかベタベタの頭、うん、おじさんが塗るあの油、ワックス的なやつでしょ、ワックスみたいな、それが制服についたんやんて。わお、買ったばっかで、あうんもう模様よりの液引きずろうしてボッコボコにしたもん俺。うん、ひどすぎる。いやもうそのぐらい俺ダメだったんやんて。釣り革はもう本当に手袋でこうやって持って。もうだから、電車に乗ることがもう嫌だったんやって。満員電車が。でも電車行かないと学校通えない距離。自転車で行く距離。何楽してんだってめえって。楽でもないでしょ、そんだけ。だから学校辞めたいって言ったもん、俺。行きたくないって言って。ああ、学校が嫌じゃなくって、うん、通勤までのストレス。もう通学が嫌だって。通学がストレスだと。うん。で、なんか綺麗な感じ、私服でちょっとでも汚されると、うん、もうブチ切れとったもん。で、なんちゅうの、喫茶店入る時も、うん、みんなスプーンとか箸あるやん、はい、俺自分の箸とスプーン持って歩いててぐらいやった。ああ、うん、なんていうか生きづらい世の中になってるね、そうなると。もう車もそうやったもん俺。あ、車のエピソードはいっぱい聞いてる俺は。うん、土足禁止無理やろ。まず手洗ってネチャネチャやめろ、食うのやめろやで俺。ガラス触るなやで俺。え、このガラス窓ガラスピターやったらアウト。でも血が出とる。助けてーって。そのぐらい、だから潔癖症の方はわかる。だけど僕は子供ができた時にもういいやと思ったもん。うん、汚れてもいいやっていう。もう歯止めが効かないから子供の方が。そうそうそう、だって怒っても仕方がないことやじゃん。うんうんうん、子供に、自分の子供に。うんうん。まあいいやと思ったもん、車汚れても。まあ、でもそれは、愛しい我が子だからじゃないの。家汚れてもいいやと思ったもん、俺。ああ。うん。今の娘もそうやもん。部屋汚れとるね、いいのいいの、あれで。って今、うん、多分20代のあなたに見せたらブチ切れてる。そう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 。いや、ぶち切れる前にまず綺麗に全部掃除して、一切動かすなっていう。物は全部捨てろっていうの。例えばその本が一冊ありましたってあったらそれも捨てろ。一冊増えたらそれが気になるん、一冊が。うんうん。その一冊のためになきちんとはまってたものが一つはみ出るわけやん。うんうんうん、それはもう気になっとったんやで、昔。ほいで俺昔漫画もう1巻から20巻な、123って20までないと揃ってないって言うんで。そんで、なおかつ、テレビもきちんとそういうリモコンも全部そこに、その、絶対定位置にないと嫌なの。ああ。横になって白く、ガラスが白いとかさ。あ、ちょっと吹き跡が残るみたいな。吹き跡も残るし、ほこりも溜まってたら、夜中だろうが掃除機かけて怒られとる。だから、潔癖症のことはわかる。うん、うん、申し訳ないけど、その、うん、彼女の気持ちは本当わかる。妥協しねえと、そこ妥協しねえと絶対付き合えんと思ったもん僕も。ああ、それは思ったんだやっぱり。そのついていけませんって書かれるでな。うん、俺の場合はいつもそうやった。あなたとはあなたの性格とかあなたの優しさはとても大好きです、うん、だけどついていけませんって。うん、俺もひどかったもん。お風呂入るやん、うん、ね、お風呂、うん、入るやん彼女と、うん、俺彼女とお風呂一緒に入れんかったから。、うん、彼女が先にお風呂入るやん、うん、一回栓抜くやん、洗ってお湯ためて俺が入るんやね。そりゃまあいい気分はせんな。うん。え、それで結婚できないなっていうか、その付き合うのが無理だなって気づいたのは何歳頃？22歳ぐらい。あ、だいぶかかったね。それまでにだいぶ本当に長く持って2ヶ月。その2ヶ月よう耐えれたね。19歳、俺もう高校時代からそういう風やったから。お、うん、だからよく学校途中で泊まるんだな、駅で。
地下鉄、うんうんうん、そこで彼女が弁当作ってもらえるんやけど、それが食べれんかったよ。本当に綺麗に洗ってあるのか。俺未だにあれやもん、弁当洗うやん、うん、指でキュッ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 ってならんかったらもう一回洗い出すもん。あの CM のキュキュッとみたいにならないと、うん、だからこの女の子の気持ちは本当わかる、うん、潔癖症、うんうん、綺麗じゃないと辛いっていうその気持ちは、わかるわかる、すごいわかる。だけど結婚ができないのは俺も十分わかっとるもんで、うんうん、これだけは絶対直した方がいいよって。その辺のなんていうの、自分の体験談含めて説明はするの？した、それは全部した。あ、うん、じゃなきゃ本当に二人とも潔癖症な子じゃないと絶対結婚しない、だけど子供は潔癖症じゃないからって俺言ったもん。ドロンコになって帰ってくるとかザラにあるから。そうじゃあうちの長男がもう俺に似てきたのがやばかったもん。綺麗好き？もうちょっとでも汚れとるとテーブル拭くんだって、まあ自分のとこの。おお、うん、あ、これまずいなと思ったもん俺。俺もそうやったん、最初子供、最初生まれた時はもう拭いて、手も拭いて、もう毎回遊んだら手拭いて拭き替えさせてって感じやったんて。へえ。もうちょっと口についとると手でこうやって拭きんで拭いてあ、やべえこいつ潔癖症になりそうだと思ったで俺すぐやめたもん。おお、うん、やっぱ子供は親のことよう見てんね。うん、だからその占い師も、その占いの女の子した女の子も本当にやめた方がいい、それもう潔癖症だけは絶対結婚できねえぞって言ったの。おお、うん、でその女の子の彼氏は、彼氏はある程度潔癖症。おお、うん、でその今も、今結婚して子供も今いくつや、高校生と大学生やったかな。だいぶ行ってるね。うん、確か高校、今度とも大学生に入るんやったかな。大学生やったかな。18、19ぐらい。ぐらいじゃねえかな、もう。おお。十何年も前の話ですから。それ説明して、じゃあ、ちゃんとでも結婚できてるってことはもう何かしら妥協点を踏めたってこと？っていうよりも、旦那さんが合わせてくれとる。潔癖症だった。旦那さんも、この時間まで待って、この日まで待てば、あなたに似たような、似たような彼氏、顔はそんなに良くない、スタイルも良くないけど、あなたの、その、性格に合わせてくれる男性は見つかりますって。それ、おー、うん。そしたら、そんなような人が、そこまで潔癖ではないんだけど。まあ、その、うん、テーブル汚いって言ったらちゃんと拭いてくれるし、みたいな、そういうそれか。汚いっていう前に拭いとる人。おお、あ、俺らから言わせたら嫌味っていうような。わかる。まあ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 。うん。うん。それの息子がまたすげえわ。まあ気が利くといえば気が利くの子なんだけど、うん、まあそういうそれね。で、俺ね、結婚式には行かんかったけど。ほう。結婚2周年記念って言って俺を呼んでくれたんやって。ほうほうほう。うん、その時妊娠はもうしとったわな。うんうんうん。で、わざと汚したのよ。そしたら夫婦へ、つって下打つ。いや、俺わざとやでな。わざとでも悪質だよ。わざとで、わざと落としたのに、うん、夫婦揃って仲いい夫婦が、本当仲いいなと思った。同じタイミングで、で、下打ち。あれ、人来ねえわと思ったもん、俺。うん。やってることサイコパスだからね。相手が嫌がることを分かっててやるんだから。だって、二人の、だって、俺が見とるから分かるわけやん。ああ、はいはいはい。だろう。二人ともこんな性格なんだろうな、っていう、その、あれは。そうそうそう。で、テレビもリップもわざと別々に置くやん、うん、そしほんでさーって喋れないからここも戻ってる。文句言わんけどすげえイライラしてんだろうなって。そう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 。でお菓子食べるんやな、カステラ出してくれたんやその時。あー、こぼれそうなものを、うん、夫婦揃って皿持ってカステラ食ってみて、おいしくねえだろうねーと思う。なんてお上品な食べ方をして、これで俺なんか来てたらデカリコやん。ずっとそれ見てるもん。
アホな夫婦と思いながらよ。でも理想的な結婚だね。似た者同士ってまさしくそれを言うんだなって思う。いやあれは子供が悲惨だぞ。まあ完全に毒親にはなるね。うんこ触れたっつったもん俺。ああ。それがなんか、それから子供ができてから奥さんはもう潔癖症治ったっつうもん。あ、やっぱりそこはきっかけになるんだ。やっぱし子供だな。うんこ触れんかったかし、うんこ拭いたらなあかんや。うんち。まあまあまあ、うん、あの、おむつの中にやってしまったもの。あれ不思議だよね。子供のうんちって汚いと思わんもんな。俺、本当俺、思ったもん。子供のうんちって、なんか、チーズの匂いがする。ヨーグルトかなと思ったもん、俺。なんかどうなんですか、お子さんを持ってる方々。お子さんは持っとるでしょ。お子さんは持っとるでしょ。最初の、生まれて、何数ヶ月うんち、おむつ変えるけど、ヨーグルトの香りしません？ここでするわっていうコメントがあったら、俺は、一件で持ったらビビるよ。本当コメントください。本当子供を持ってるでしょ。そう僕も最初思ったんだけど、うん、本当思ったのよ。そういうなんか、少なくともうんちのような悪い匂いではないと。離乳食食べる前の子供だよ。おっぱいしか飲んでないとか、はいはいはい、粉ミルク。うんうんうん。うん。なんかね、爽やかなヨーグルトの匂いがするの。ああ。うん。いや、俺ほんとすごい潔癖症やったけど、子供を最初に初めてのお風呂つって入れたんやな。ぬるいお風呂に、うんうんうん、頭持って勉強したんやで。ああ、最初のこういう風に沈めたからあれ。そう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 。で長男はすげえふーってすっげえ可愛い顔してるんやんて、気持ちよさそうに。でちょっと顔が赤くなったんやんて。お。赤くなった大丈夫かなと思って、いったらバッってその瞬間ヨーグルトの香りがするんやんて。本当ですか視聴者さんって。いや本当ちょちっちゃなお子ちゃま持っとるとか子供持ってたでしょ、ほんとコメントください。いやいや、もえくんも結婚したら多分分かると思う。俺最初ほんとうんちはうんちの匂いやと思ってたもん。ああ、うん、違うヨーグルトの匂いして俺はな。俺やっぱし潔癖症やもんで、ね、なんかさ、俺今でも手匂いかくときあるやん、癖で。おやで俺、やっぱし匂い嗅いでまうやん、癖で。うんうんうん。あれあれヨーグルトの。で、おむつの香り、あれすげえヨーグルトの香りがするって言って、俺、チーズかなと思ったら、ブルーチーズみたいな匂いがするんやって。体内が綺麗なのと、まだそういうなんか余計な匂いを発するものを取り込んでないから。そうそう。うん。ああ。うん。離乳食食ったらもうあかんな。ああ。うん。離乳食食ったらもう俺ら一緒。へえ。だけど、汚いって感じたことないから、潔癖症じゃ治るんじゃない？その子も治ったっちゅうでな。おお。いや、っていうか、もうやらなくちゃいけないから。ああ、それはね、まあもちろんその、うん、おむつそのままにしとくわけにいかんし、やらないかんとは思うけど。あれ旦那さんは、それは、旦那さんもちゃんとできる、旦那さんできんねって言ってた。これが子育ての、あれだよ。おむつはね、男の人がね、買えないと損。いや、俺絶対思うもん。ああ、うん。お風呂とおむつ替えは、絶対親父もやった方がいい。もったいない。まあ、お風呂に入るあの時の、初めてのお風呂の時のあの天使の顔やて。あれを見えないお父さんかわいそう俺。ああ。うん。って俺は思う。俺声を大にして言う。これもう心霊全く関係ねえ子供の話になっちゃうけど。俺ほんと俺幸せだったもん。ああ。うん。子供と一緒にお風呂入るのが。すごいな、このままなんか子育て動画に変わりそうだけど。いや、ほんと俺、子供の赤ちゃんのうんこって、ほんと、ヨーグルト。未だに覚えてる。だから俺、ほんともう一回子供欲しいなと思う時あるもん。ああ。またあのうんこの匂い、風かいたいもん、俺。ほんとに悪い匂いじゃないんだね、でもそうなると。ヨーグルト。プレーンヨーグルト。
爽やかなチーズの匂い発酵された何やろ食品に例えてはいるけど会話がバッチリのよ今回の会話面白いと思う。でも占いはね悲惨っすよ俺の僕の占いは本当にボロックスに言われてますから。まあなんていうの大変な目に大変な思いしてるなはね会話の外から見てて思うけど。そうだからもうこれからはもう会員制じゃなくて道べた歩いとるやつを拾おうかなと思って一期一会の占い。まあ楽ですよねきっと多分そっちの方が、うん、そっちの方がいいかなと思ってもうどこどこに行きますどこどこまでにいますとか今度ホームページ作ってやろうかな今日はどこどこのでいますとか言ってあ俺もたまに私って結婚いつできますかって言った時に、うん、俺も結婚線見る時あるたまに。それは何本当にそれを当てにするの結婚線これ一番どうだろうな一番この一本目がありますけどこれは多分中学校の時にものすごく好きになった彼氏男男性いますよねって言ったはいって、うん、おうおうおうおおでそれがもう20年ぐらい経つわうん、うん、俺初めて手相を見たのがその時だったよ、ねうん、手相って信じてなかったからおででもそうなると2つありますよ誰でも 2本線はありますとあそうなんだ1本線っていうのは ほとんどないってほうほうだけど2本線あるんだけどこれははっきり言っておきますけど、うん、あなたは今彼氏は今から3年後にめちゃくちゃびっくりする人と結婚しますからって言って思いもよらない人ってことんその自分がびっくりする人あなたがびっくりする人と偶然結婚しますからって言ったんだどんな状況どんな状況は一番好きだった高校生が付き合ってた彼氏がと別れて、うん、3年後に全然違う、うんとこで全く2人が誰かを忘れててぐらいおお、うん、どうその好きだった人と結婚できないってすごいびっくりしたって言ってた、うん、まさか別れて好きででも喧嘩して別れた彼氏が、うん、今の旦那さんだったっていうああそれはびっくりだわ確かにうん全然顔つきも全然違う体型も変わってたし私もちょっと太ってたから全然分からずにそしたら付き合って名前フルネームで言ったら昔僕すげえ好きな人がいてそっと同じ名前だなんか奇遇だって言ってそしたら私も前付き合大好きだった高校時代の彼氏の名前も同じ名前って言った時に聞いたら同じ高校だって。うわ、嘘っていう感じだった。その二人はボンクラかないかのか、マジで。わからないものなの、そんなに。全然もう全くわからんかったって言ったもん。面影が全くなかったって言ってたもん。3年でそんなことある全く違ってたって言った。まあ、そいつも3年後にはもう、女の子がちょっとぽちゃっとして、俺もわからんかったぐらいもん。へぇー。うん全然わからんかったんと向こうも全くもう格好がもう本当にヤンキーみたいなすげえ怖い顔してたっつってたへえ、うん、でそしたら私昔こういう風で同じ名前の彼氏だっつったらそういう話になってこれは何かの縁だと思って結婚したっつったほうそれもさ町が離れてやぞ就職してああそれは確かになんか不思議なびっくりする縁があるなだろう同じ県におるわけやぞ引っ越した全然遠い県におおだろうほんで違う会社違う会社なんやねだろうなんか映画化できそうなお話で声をかけられてそういう話になったんだ不思議だろう。
それを予言したと。予言したっていうじゃなくて、そういうふうに見えたから、それまで、ま、あの待った方がいいですよって言っただけ。なるほどな。なるほどな。まあ、こんな話はどうでもいいや。プチッ。